マキノ島、マシナックアイランドは、ヒューロン湖に浮かぶ島の一つである。アメリカ合衆国ミシガン州に属し、アッパー半島とロワー,ー半島を隔てる、マキノ海峡のすぐ東側に位置する。面積は、約9.8キロ平方メートル。鳥出から見た市街かつてこの島は、五大湖の毛川湖駅における重要な拠点としての、役割を果たしていた。そのため、 アメリカ独立戦争の最中に、イギリスによって、マキナックトリデが築かれ、米英戦争において二度の開戦の場となった。19世紀後半からは、人気のある観光地となり、サマーコロニーとして利用されるようになった。現在も島の定住者が523人であるのに、対して、毎年夏のピーク時には1日に約1万5000人もの人々が訪れている。 ビクトリアン町のホテル、グランドホテルが有名。なお、島内では、自動車の使用は禁止されており、移動手段は、徒歩、自転車、馬車となる。島の大部分である82%がマキノ島修立公園に指定されている。1979年5月から8月の間で、映画、ある日どこかで、の撮影が行われた。 上述のグランドホテルもロケ地として使用され、映画にもグランドホテルとして登場している。上述のように島内では、自動車の使用が禁止されているため、特別に許可された自動車1台の使用を除き、撮影機材の移動には馬車を使い、スタッフ、キャストは自転車を利用した。また、撮影中もグランドホテルは、通常の営業を続け、 宿泊客がエキストラとしてロケに協力した。グランドホテルでは毎年ある日どこかでお記念したイベントサムウェアインタイムウィークエンドを開催している。2014年は10月23日から10月26日が予定されている。ナショナルヒストリックランドマークノミネーションマシマックアイランド。 ユナイテッドステーツデパートメントオブザインテリア2008年5月10日事件のオリジナルよりアーカイブ2009年3月21日閲覧ピーターセンユージーンティハイクリフス m a c k i n a c com2009 年3月21日閲覧ピーターセンユージーンティエヒストリックトレジャープリザーブド m a c k i n a c com 2009年3月21日閲覧。ある日どこかで DVD インタビューを呼び、ジュノーシュウォーク監督による音声解説による。grandhotel.com スラッシュスペシャルズによる。ありがとうございます。